花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾城でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾城の音楽魂、今日もね、今日はもう、春のようなね、雨ももう止みましたしですね、いい天気になってまいりました。うちの近くもね、もう梅とかね、結構咲き始めましたね、すでに。ということで、おなじみ松下としみさん、こんにちは。間に合いましたか？間に合いました。ねえ、今日は朝早くから。朝4時起きできましたよ。飛行機でね。4時起きって初めて。4時の飛行機とかあんの？違う。起きたの、起きたの。そう。ホテル出る頃はまだ真っ暗でしたね、高知は。やっぱりね。高知からね。うん、いかがでしたか？久しぶりの帰郷でしたけども、ね。うん、なんかでも雨が降ったり。あ、寒かったり。向こうもそうですね。桜はまだ全然、まあちょこちょこっとは咲いてましたけどね。そうなんですか、うん、まだですね。こっちもね、結構、桜田武さん、どうも。はい、どうも、こんにちは。突然ですけど。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こっちも天気はあんまり良くなかったよね。そうですね。ね、なんか、雨が。寒いですよね、今日ね。風冷たいし、なんか。寒いというかね、でも全体に暖かくはなってきてるよね。うん、15度ぐらいまで行くような感じで。あ、そうなんですね。うん。まあ、徐々に ね、風がちょっと冷たいっていう感じはしますけどもですね、徐々に、なんかこれ、あ携帯を入れとくんじゃないと思って、自分の。意外と音入っちゃうんですよね。入っちゃいますよね、でもね、こうやって、ね、あ、どうもありがとうございます、山田さんね、いつもね、ファックス、今、どんどん届いてますね。どんどん。今日はね、金玉ということで、滑舌をよくね、やりたいと思います。あ、早速来ましたか。あ、これは前のじゃない、違う、違いますね、ま、読みましょうかこれね、僕の方から、皆様こんにちは。金尾由郎さん、投げ銭 FM 音中ということでですね、投げ銭 FM ということはチャーリー佐藤さんでございましございましじゃないございましょうか、皆様こんにちはと、ね、こんにちは。昨日も、大谷田温泉明神の湯に行ってまいりましたっていうね。ま、木曜日がね、佐藤さんちょっと時間があるんで、だいたい木曜日。でも昨日は寒かったんじゃないの？雨がずっと降ってたからね、こっちは。あ、そうなんですか、昨日。うん、そうですよね、昨日ね、昨日は本当にそうでしたね。うん、雨に打たれながらぬるい湯でリラックス、一週間の疲れも吹き飛びましたということね。露天風呂はいいよね、雪とか雨でもね。あ、そう、濡れながら入るのいいですね。俺ぬるい湯はダメなのよ、熱い風呂じゃないと。なんか先週も同じ話してましたけどね。忘れちゃった先週の話を。そこはね、僕も行ったことあるんですけども、うん、7種類ぐらい風呂があるのね。ヒノキの湯とかね、ぬるい風呂から熱い湯からね、いろいろあるんですけどもね。そして本日は晴天でございますということでね、一雨ごとに春が近づいてきておりますねという。隅田川沿いの桜を今年は見に行きたいと思っていますね。いいですね、隅田川ね。隅田川の桜はすごい、ね、素晴らしいですよね。すごいね、すごい。人もすごい、人もすごいでしょう、うん、で僕は行ったことがないんですよ、あんまり。あ、本当に、うん、ね、いいところですよ。屋形船でね、花火とか ね。あれもすごい人混みじゃない、屋形船。沈みそうな感じじゃない、そう、こんな制限があるから。でも綺麗なね、お姉さま、芸者さんの格好をした、お姉さんたちが、そういう方たちもいらっしゃる。ちょっと粋な、粋なね、あの辺江戸になるとね、男性の格好もちょっと粋ですよね、ね、いい感じで。あれ、様になる人が様になるよね。なんかね、たまに見かけるんだけど、うんうん、ものすごくかっこいい、色合いといいね、そのセンスがやっぱりいい、ある程度ね、年配の人がこうかっこいいよね。うん、ね、やっぱり着物もいい、ね。そうそう、着物いいですね。男の人の着物はね、特に粋な感じがしますね。慣れてないとね、あれね。そうそう、たまに着てもね、なんかね。ちょっと恰幅がいい方がいいのかもしれないけどね。ね、僕もね、母にね、作ってもらった大島は思ってたんですよ。はいはい、でもね、あんまり最近着なくなっちゃって、あれ切るとね、僕は本当は
ちょっとあのチンピラになっちゃうね。いきなチンピラ。そうそう、いきなチンピラみたいな。いきなチンピラでどういうの。いや、僕はね、あれどうでしょうかね、ということですが、ということでリクエストは日の当たる坂道、よろしくお願いいたします。今日3万円入ってますね。3万円ね。使えない3万円ね。ということでですね、ちょっとリクエストにね答えられなかった曲をちょっと中心に今日はね、いろいろやってみますか。まずどうしましょう。行きますか。日の当たる坂道、それ行きますか。せっかくですから、はい、ちょっと今日天気いいしね、うん、どんな感じになりましたでしょうか、じゃあ、チャーリー佐藤さんのリクエストをお答えしましょう。日の当たる坂道、B でよろしゅうございました。はい、はい。
はい、ということでチャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました、日の当たる坂道をお届けいたしました。今日の天気にぴったりな感じですね。そうですね、桜散る春のまだ散ってないですけど、まだ散ってないですけどね、ま、咲いてないし、咲いてもいないね。でもなんとなくね、雰囲気的にこう、やっぱり太陽ってすごいよね。いいですね、お日様がこう照ってるだけでね。今日は特になんか感じましたね、太陽 ね。昨日があんな天気だったらね。そうそんなひどい天気でした。もう雨で、ね、もう寒かったのよ、この 2,3 日。あ、私いねえだ。そうそう、関東はね結構大変だったんです。そうそう、荒れてましたよね。うん、高知はな、美味しいもの食べました、なんか。高知は、あ、食べましたよ。うん、久しぶりに。あの姉の手料理などを、おーおーおー、いいですね。そうなんですよね。あ、これすごい今なんか急に押してたよ。大丈夫ですか？うん、大丈夫です。お姉さんな、お料理得意なの？得意ですね。割とね、あのちゃちゃちゃって作るタイプで、一人はね、おかみさん一とかそういうのやってるの。あのバイキングとかね、その道の駅とか、そう、田舎にあるでしょ、このなんていうんですかね、道の駅って全国にあるのかな。あ、なんかあるのじゃないですかね。そんな感じのところでやってるんですよ、うん、そのバイキングとかそういうの。あ、そうなの。そうなんですよ。あ、じゃあその専門主婦の人たちが、割と専門家なん、専門家ですね、プロですね。プロっていうかね、まあもともとほぼさんだったんだけど、そう、やめて地域のそういうほらコミュニケーションを取る、なんていうの、主婦の会とかあるじゃないですか、いろいろ集まりが。あ、そういう人たちが、そういうところに入ってなんかお弁当を作って売ったりとか、そういうことをやってるんですよね。なるほどね、それいいことだね。そうですね、だから忙しいですよ、なんか朝役から。なるほどね、でもそういう何、そのそういう、まあ、お料理だけじゃなくて、いろんなもともとそのこうスキルっていうか、そういうね技術を持った人が、それをなんかこういわゆる生かされるようなね、でしかも地域密着型、地域密着型ね、いいですね。それはね絶対いいことだよね。ですね。そういうのってほら、企業に勤めて長く勤めてた方がやっぱりそういう定年したりするじゃないですか。そうすると何ていうかな、それだけのものになっちゃうけど、その枠に当てはまらないその人の技術を生かしたねものっていうのが、なんかこう役に立つといいですよね。そうですね。昔ながらのほら、そういう伝統とかね、技術とかっていうのはだんだん消え、なんかもうなくなっていっちゃうような感じがして、跡取りがいないとかっていう世代になってるじゃん、だんだんね。そう、空き家問題ね、そう、ね、だからまあ、ね、それにつながるよね。そういうせっかくの技術がね、誰も継がないままなくなってしまっちゃうよりも、そういうなんていうかな、他そのコミュニティの感じで、活躍できるっていうのはすごい生きがいになるよね。なんかいろいろほら、まあ本当の田舎だから、そのなんていうの、本当の田舎って、本当の田舎なんですよね。嘘の田舎っていうのは、いやいや、本物の田舎。そう、田舎は僕負けませんよ。僕いやいやいや、金田さんのところはね、まあ一応商店街ありますからね。商店街が出ました。ね、でもまあ地域協力隊とかっていろいろなんかこう地方からね、そういうなんか協力隊が来てるみたいですね。はいはいはい。いろんなことに関わって。地域の、ね、活性化を目指してなんかいろいろやってる。あ、それはね、今必要なことなんだよね、きっと。うちの兄なんかもそういう仕事してるんですよ。あ、そうでしょうね。でだから全国いろいろ回ってね、最初は九州県内だけだったんだけども、その全国の商店街の町おこしみたいなね、ことを、まあ、今仕事にしてるんだけど、そういうコンサルタントみたいなやってるんですよ。そうそう、それで今どこの商店街もね、シャッター商店街みたいになって厳しい状況じゃないですか。そうですよね。それをいかにね、まあその大型店舗がこういろいろ出てきて、そっちにこう吸収されちゃって、そういう流れみたいなところはちょっと前まではあったんだけど、まあ今そこにできないことをね、やっぱり地域のそれ昔ながらの商店、商売やってる人たちとなんか一緒にこうやっていこうという動きがね、どうもあるみたいでね、それはすごくいいことだと思いますけどね。僕生まれ故郷もね、やっぱりシャッター商店街にね、なってきたので、で今若い動きとかいろいろあって、また新たなね、そういう動きも始まってますけどもね、頼もしいことだと思いますよね。
なかなかほら政治家の人たちには伝わらないところあるじゃん。まあね、ちっちゃなところまでは ね、みんながよくしようとしないと。そう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 、ね、なんかね、商店街は難しいよね。全部が一丸となってやらないと進まないからね。そうね、だから自分のところだけ儲けようとしたらダメなんだよね。みんなでね、全体的にこう、うん、豊かになっていくっていう発想が必要なのかもしれないですけどね、うん、まあ、だけど人口が減っちゃったりするとね、そうそう、そういうなんか人が、まあ、若い人がいなくなったり、一丸となっても人が来ないと困っちゃうもんね。そうそう、確かに ね、人はね、減っちゃうと ね、どうにもなんないもんね。そう、そこでしょうね、きっとね。ただやっぱりそのいろんなこうやり方があってね、うん、他のところからまた若いご夫婦がそこに住み始めたり永住したりとかいうところもあるわけよね。やっぱそういうやり方だと思うんだよね、きっとね。ということでお便り来てますでしょうか。来てますね、はい。皆さんこんにちは、こんにちは。冬、これ何、コリナバナバの間の晴れた博多です。これ何それ今の、これコリナバというの、キタリナバ、そうそう、キタリだよね、ナバの間のある晴れた、博多です。博多のミキさんですね、はいはいはい、また難しいことですね。先週の禁断も楽しく拝聴しました。そうそう、カナオさん、はい、カナオさんが最近の芸能関係知らなくて困るリスナーやらおらんですばい。え、そうかね。花丸大吉の話なんて、はいはい、石井さんだけしか知っとらんし、はいはいはい、かなおさんに AKB の話なんて期待してないし。各曜日でも、まあね、うん、以前、当時ハウンドドッグのベーシストだった、はいはい、鮫島さんから、はいはい、その頃日本一のセールスを記録していたビーズの松本さんを紹介されたことがありました、はい、けどあまりに話が面白くなくて、うん、あっちに行っていいですかって言って話を終わらせたことがありましたね、うん、当時はレゲエにしか興味がなかったし、ほとんどビーズのことなんて知らなかったし、はいはいはい、まあ後からその話をしてファンの人から殴られそうな勢いで怒られましたけどね。まあ好きじゃなければね、なんか興味がないとそんなにこうびっくりしないかもね。まあビーズのそうでしょうね、そう、どうしたのって感じだったんでしょうね。興味がないとね、まあどうなのか ね、好き嫌いはありますけど、うん、まあ、嫌いとか好きとかじゃないかもしれないけどね、まあそうでしょうね、知らない人は知らないもんね、うん、そう、だから僕は知らなすぎるのは確かです、ね、本当にね、もう知らないことが多すぎちゃってね。そう、俺つい昨日なんだけど、うん、焦ってて朝仕事で、うん、でその電車の乗り継いだわけよ、はい、でバーッと飛び乗ったら、あ、もうびっちりのね、女性専用車だったわけ。そういうの私遭遇したことないけど、ね、走ってるのやっぱり女性専用車って。いやいや走ってる、朝一両だけ、平日だけだよね、あれね、分かんない、平日だけ車両のどっかの 一両だけが女性専用車両になるんですよ、ラッシュの時、そう、通勤時間帯かな、うんうんうん、でそこにどうやって飛び込んじゃうと女性の中で一人ポツンってなっちゃう。で、まあ、中には知らないで乗っちゃう人もいるんだけど、うんうんうん、入った瞬間こ う気がつくじゃない雰囲気で、これただならぬ状態だなっ って気がついた時、ここら辺に女性専用とか書いてあるし、いや俺そのもう行き先をねちょっといろいろ考えてたんで、うん、とりあえずバッと飛び乗ったわけよ。そしたら、ま、ドアが閉まるじゃん、うん、さ、なんとなくね、うわ、気配を感じるでしょ、気配を感じたわけよ。すごいね、目で見られてさ、ね、居場所がない。いや、もう俺さ、から窓をぶち破って降りようかと思ったもん。ぶち破ってってなんか、ね、でもまあ間違えたんだったのね、明らかにね。その一駅がものすごい長いのよ、うん、まあね、やっぱそこで気配感じた時に、すみません間違えましたって、間違えて乗っちゃいましたって一言言ったら、もしかしたら空気が変わるかもしれないね。誰かそれに書いてたけど、誰に向かって言うのよ。いやいや、もう全員に向かって、すいませんすいませんとか言って。いやでもいざね、自分でやっちゃった時それ言えるかどうか分かんないけど、なかなか言えないよ。今なんか冷静に今考えてみると、うん、それを一言言えば空気変わるような気がしますね。いやでもさ、俺は生放送は応用聞くよ。でも朝の電車でさ、もうそんなこと考えたくないわけよ。そっか、だからもうちょっと、ね、だから 両手上げてたから、ピストル突きつけられたみたいに。ホールドホールドアップ状態で一息行ったんですよ、ね、うん、
でもあれ時間帯によって解除されるんだよね。そうそう。次の駅ぐらい、あ、うん、一駅ぐらいで、うんうんうん、この、これで解除されましたみたいなこと言われたんだけど、そうなんだ。もうね、その空気が残ってるから、もう降りたいわけよ。うんうん、もうその電車にもう乗りたくないみたいな感じで。うんうんねえ、そういうことありましたけど、まあ、そういう時間がね、終わる時間のすぐそばだったら、うん、ね、ちょっと時間わかんないで乗っちゃったのかな、でも済む。でも大阪なんて終日らしいよ。え、女性専用車。うん。それ乗ったらもう大変なことになるらしいよ。大阪は。終日だから。やばそうですね。うん、もうそれに乗ったりしようものなら、もう本当にね、蹴り上げられるよ。蹴り上げられる、うん、あの、金の魂を。いいですかね。すいません、続きを読んでいいですか。はい、はい、はい。そこだけ脱線ゲームで、うんはいはい、ということで、うん、未だに映らないブラウン管テレビを持っている桜田さんも含め、はいね、皆さんの独特のお話を今日も楽しみますね、はい、リクエストかなおさんファニーエンジェルフォーミータイト、あ、フォーミータイト、としみさん星影の小道だけど何でも OK です。かなおさん、先週ギターの弾き方変えました？いや変えてないですか。全体的にリズムより流れを感じるサウンドが感じられて、うん、それもまた嬉しいでした。おお、細かいとこを聞いてるからね。すごいね、俺調子が悪かっただけじゃないの。そう、が悪いっていうのもある。昨日はケンちゃんで山前ライブでした。あ、ね、そして、うん、今晩は別の場所でカナオさんの妹じゃないか疑惑もある、かっこ笑い、グンちゃんのライブです。ん、グンちゃん、違う違う、違う、ガンちゃん、ランちゃん、うん、ガン近藤さんってね、グンじゃなくてガン、いや違う、ガンだよ、それ、あの英語読み方、あ、ガン、そうそう、あ、英語読み方、十のガンです、ガンのガン、ガンガン、うん、グンちゃんとかって、ローマ字読みするとグンになっちゃうけどね、ガンちゃんの、うん、ガンちゃんのライブですって、あ、そうですか、花尾さんの妹、そうそう、あのね、あの博多 のライブの時に B1 っていうところでね、ライブやらせてもらったことがあって、うんうん、その時にね、あのガン近藤さんとかね、まあいう女性シンガーがいて、はいはい、まあ割と R&B 系とかそういうあの感じのね、うんうんうん、あの歌う人なんだけど、ね、そうそう、あのなんていうかな、でも自然農法をしながら、うん、あの歌も歌ってるのね。え、自然農法、要するにあの自然農法っていうかおかしいけど、ちょっと詳しくあれなんだけど、農業やって、農業もやられてて、で歌もまあすごいパワフルですごいのね。それあの素晴らしい人が博多にたくさんいますよね、そのまあライブね、この間本当にね、今度九州4月21日 BB けんちゃんでやりますけども、うん、そのミッキー君からね、写真が送ってきて、それをフェイスブックに上げたんだけど、ちょうど菊田俊介君と僕のね、あのフライヤーが並べてね、まだ印刷してないのに、そのライブハウスで貼ってくれてて、やっぱそういうの嬉しいよね。ね、なんかね、ちょうど入れ違いで、そうそう、一緒に行けたらいいね今度ね、っていう話してたんだけどもね、あのなかなか、うん、ということで星影の小道やってみますか。押しかけのマルツ、ワルツじゃなくて先に私ですか。あなたはいいんじゃないですか。カナオさんのリクエストは、うん、しますします、うん、星影の小道、ミキさんのリクエストのお答えしましょう。松下としみが歌います。ではカナオさん、コーラスお願いします。あ、僕ねキー間違えたかもしれないですよね。もうね、これ ね、 あのすごいね、今のうちにちょっと写真をちょっとそういう、ことがありますけどもですね、いきますか。Yeah.
影の小道よ。はい、ということで博多のミキさんのリクエストにお答えしました。星影の小道、これはあれですか、松下さん、これ割と好きな歌ですよね。歌いやすいでしょ。いやそういうふうに聞かれてしまうと好きですよ。なんかひばりさんの歌よりもね、なんかなんとなくのんびりできるからかな。今ちょっとね、入るとこ間違って、こう、えらい勢いで睨まれましたけれども、いや、間違えちゃったっていう感じで、まだ寝ぼけてるんですね、きっとね。ということでね、ちょっと今、ね、桜田君がこのスタジオの外に出ていきましたけど、何があったか分かんないですけどね、ちょっとなんか私がやりますか、なんかお便りありますか、他に。他にはまだ来てないですね。そうなんですよ。ということでですね、今星影の小道をやりましたけども、じゃあライブの告知しませんか、告知しましょうか、ね、今月は16日、今月、3月のライブまず行きましょうか、はい、3月のライブはですね、16日、横浜のげスモーキー、はい、土曜日ですね、渡辺武史、金尾義郎、松下俊美ということでね、はい、まあこれはおなじみになりましたけどもね、恒例投げ銭でやります、投げ銭ライブということでね、気楽に来ていただきたいと思います。はい、あとね、実は17日、これ横浜サムズアップで、これ私のライブとかじゃなくて、アミタメのためちゃんの還暦ライブ、ね、還暦お祝いということでね、はい、私もちょっとね行って、おそらくなんか歌うと思いますけどもですね、そうですね、駆けつけたいと思います。これもソールドアウト、すごいね、ソールドアウトになってしまいました。横浜サムズアップ、これ見た目のお祝いためちゃん、はい、還暦ライブって、はい、まだ還暦なんだよね。俺もっと上かと思ってさ、そう、年下でした。年下21日、金尾さんお待ちかねの、はい、カナオミーティング。3月21日、これはね、中野坂上エイジア、これはカナオシロミーティングということで、カナオシロ、あと、ギターが広成くん、昔からのね友達で、はい、あとドラムもね、松尾敦史くんドラムで、はい、あとベースが、おなじみですね、赤井くん、赤井浩二郎くん、はい、まあそれでね、ちょっと男、ぜひ来てください。ぜひね、これね、いい感じでねやっておりますので、続けたいと思います。それで来週のゲスト22日、これはね、アウルズっていうね、友達の番、友達、あ、その次か、うん、来週じゃないや、22日かね、来週は15だからね、うん、またご紹介いたしましょう、フェイスブックでもですね。あとライブはね、3月30日、これ上岡の、はい、クラークスデールっていうところで初めてやりますけどもね、投げ銭ライブやります。来てください。これもね、渡辺拓司、松下俊美、金尾後ろ で、ね、はい、お届けしたいと思います、はい、素敵なね、カフェバーみたいな ね感じでね、はい、僕のような友達夫婦も近くに住んでて、ま、来てくれるみたいな、ね、ことを言ってましたけどもですね、はい、ぜひね、気楽に来ていただきたいと思います。桜田さんは、うん、桜田さんのスケジュールは今どこ行ってるの、ちょっとこれ中々にいろいろいいですよ。ちょっと3月30日同じなんですけど、日にちが、あ、本当、小金町の大岡川沿いで、塚さんと桜田、これいつ何時ぐらいからやるの、お昼から、お昼なんだですかね。ほう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 、あ、そう、結構これも恒例になりました。国サッカー
あのっていうか、あもう一緒にやるんだ。彼らは多分31日かな、本当は31日出るはずだったんですけど、ちょっとエディさんがあのちょっと予定が、あそうなんだ、うん、これが3月30日そうだから、あの塚さんと桜田さんが30になりました。あそうなんだ。で、クックサッカー、なんだっけ、クックサッカーブルースバンドの僕からのね、あそうなんだ、本当は31日に2つ出るはずだったんだけど、ずれて、あそうなんだ、塚さんと桜田が32ずれて、あ本当、はい、そうかそうか、それも楽しみです。これは場所どこになりますか。小金町のね、あの橋、何橋っていうのはあれ、橋なんていうんだろうな、小金町だよね、駅降りて右側に出て1個目の、うん、大岡川 の面したバーだよね、なんかね、なんていう店、ジョイントっていうお店とアウト、うん、アウトサイダーだっけな、アウトなんとかっていうお店があるんですけど、うん、その前にこう、うん、屋台みたいなのがこう出て、そうだよ、そこでね、エディさんとかよくね、外で、そうそう、やってね、そういつもエディさんがやってるとこですね、うそうだね、うん、そこ楽しみですね。はい、あと31日、ジョンジョン塚さんと桜田、うん、ジョンジョン、はい、久々にジョンジョン、横浜老舗、そうですね、ホットドッグショップバーですね、本当にホットドッグ美味しいですよね、美味しいですよね、まあこのおなじみになりましたで、塚さんと桜田とアメタメも一緒になるライブもありますね、4月、これ4月ですね、14日、鶴見のイベント、はい、鶴見ですね、イベント、うんうん、まあそれで僕はね、吉田よし子さんと、あそうだ、生田圭太郎さん、復活ということで、金尾芳郎さんの3人でね、横浜のパラダイスカフェで、ライブやります。これは4月9日になります、どうかね、皆様ね、お誘い合わせの上、はい、お越しいただきたいです。まあ、吉田よし子、生田圭太郎、金尾芳郎ということでね、うん、これも楽しみにしております。あとは九州ね、また連絡しましょう、ね、ご紹介します。4月の20日から九州参ります。よろしくお願いいたしますというで、ね、20日が、西の海音楽祭、これ長崎ですね、21日、博多 BB ケンちゃんで、23日黒崎ストロベリーサワー、24日が能型、ザバーということでね、また、ご連絡いたします。ということで曲いきますか。はい、なんだっけ、俺やろうとしてた、スクオブルースが来てたんだけど、ミキサーのリクエストはね、あと時間あったらね、またお答え しましょうかね。僕のミキサー何が来てたんだっけ、あ、撮りましょう、うん、スクオブルース行ってみましょうか。ちょっとゆったりゆったりめで、ゆったりめで、ゆったりめできた、ゆったりでいけるかな。ワン、ツー、スリー、ファン、いいでいくの、いいでいくよ、あら1、2、3、4まだ
はい、ちくわブルースですけどね。どうでした？ちょっとちくわ、ね、え、今のいいじゃないですか。私は楽楽楽いいと思いますよ。物足りないですか？ダメだよ、女じゃあ途中でこうちゃん、いや、ちょっと気下げてやってみたんだけど、ものすごく楽。楽でしょ？全然楽だね。聞きやすい声も。俺じゃ足りない、俺は。すごいね。いや、でも聞きやすいかもね。聞きやすい、聞きやすい。全然楽だもんだって。すごく聞きやすい。楽ね、あの、声質がよくわかるよね。うんうん、そう、うん、声の良さが、ね、あと太く感じるもんね、うん、声がね、そう、うん、あ、でもこう納得してない感じで次回からやっぱ上げるでしょうね。いや、こういう声もあるっていうことを ね、ご紹介しておきましょうっていうことね。じゃあ続いてやっちゃいます。いろんな、ね、高いバージョン高いバージョン続いてやる。じゃあ触りだけやります。触りだけ、もう高いバージョン触りだけ。高いバージョンどんななる。よし、全然違う。全然違うよ、全然違うでしょ。じゃあサビだけやっちゃいます。じゃあ高いバージョンいきます。サビだけ？サビだけじゃないか。嫌なこと言うね。まあいいや、その高いバージョンとかもうやっぱ時間はないからやめよう。やめときましょう。いや、でもね、どっちもこう楽っちゃ楽だね、本当に。低い時は、うん、テンポ落としたらいいかもしれない。そうだね。ゆったりやったのか。ゆったりね。そうすると、うん、マイナーブルースみたいな、うん、いわゆる感じ、ね。あ、ちょっとアレンジを変えてしまう。そう。ね、そうすると変えないとおかしいよね。渋くなるよね。ただこう、いいと思うよ。うん、遅くなっちゃうから。ね、はい、あのみんな言いたいこと言いますけど、まあでもこういうね、あのライブでね、これね、すっごい僕ちょ嬉しかったのがあって、あ、フライヤーできてるじゃないですか。フライヤー、そうそう、これね、ビビケンちゃんのフライヤーをね作ったんですけど、これちょっと光る、大丈夫ですか？これね、昨日一昨日印刷できてきたんだけど。これができる前にもうすでにそのライブハウスでね、先ほどちょっと言いましたけども、はい、もう貼ってくださってるっていうね、向こうで印刷してくれて、うん、それはすごく嬉しくてね、あのちょっと博多の方にもねこれ送りますけども、また全体のねフライヤーもちょっと作っているんで、あの他の場所とかもやりますんで、そういうのもね、あのやりたいと思います。これ博多 BB 現地は4月21日の場合はですね、あの中野茂樹君、これはあのもう昭和時代からのね、あの一緒にやってた、ブルースハープっていうかね、ハープの中野茂樹君と、僕は元2回目のバンドを組んで、モーターズっていうバンドを組んで、特摩ジャパンからねデビューし、再デビューしましたけども、その頃のベースのね熊谷健二、梅健二君、それとあとね、これねちょっと若手のギタリスト、もうこのアコースティックギターすごくいいのよ、うん、これね、猪口和也君って言ってね、ギター、前回も一緒にやったんですけどもね、このね、3人でまたビビケンちゃんともね、そこでコラボできたらね、最高にいい夜になると思いますけども、ね、楽しいですよね。皆さんね、こぞってお越しいただきたいと思います。20時からスタートということでね、2500円プラス、オーダーになっております。博多 BB ケンちゃんよろしくお願いいたしますということでね、はい、これ出来上がりました。またねドーンと向こうに送りますんでね、うん、いろいろみんな配って、ちょうだいちょうだい。博多はだって盛り上がるでしょうね。いや、なかなかね今ね、難しいっちゃ難しいけども、僕はほらそのしょっちゅう行ってないから、うん、まあ年に1回くらいだとね、うん、東京の人とかね、例えばムーニーさんとかね、はい、もうすごくもう毎年こう決めてるみたいね、毎年に、例えば2月は博多とか、はい、北海道はいくつとかね、そういう、こう旅慣れて僕はないんで、たまにしか行きませんけどもね、まあ、徐々にねいろんなところでねやらせていただきたいと思います。楽だな今のスクールルース。いや、いいと思いますよ。全部下げるか、今度、ね、いや全部じゃなくてもいい。曲によってたまにはね、たまに逃げに入ってきたか、金後ろ。違う違う、そういうんじゃなくて ね、うん、いいトーンを生かすっていうのもね、そう、うんうん、いいと思いますよ、まあね、そうだよね、うんうん、そうかもしれないね。そうそう、まあ、下げるとね負けたっていうイメージはだから、ね、ボーカリストはね大体そうなんですよ、ね、ボーカリストはねそうなるんだよな。いや、でもね高い声でも俺なんかそう聞きやすくなった方なのよ、うん、最近来て割と声がこうちょっと落ち着いてきたんで、うん、
高い、昔はキンキン声になってたけど、あの洋楽の方って皆さん高いんだけど、うん、こうキンキン聞こえないじゃん。そうですよね、うん、やっぱこう厚みがあるからね、でそういう風に、ね、なりたいのね、なかなかね、うまくはなれないんだけど、ね、そんなキンキンしてないと思うけど、うん、あの俺昔ものすごくキンキン声だったから、あ、それ若い、セッペリンとかやってたから、ね、若い時は、若い時はね、そうそう、だからちょっとそのそういういい感じのね、これ声ってなかなかほらそういう作るまで難しいじゃないですか。そうですよね、うん、安定するまでがね、俺ね珍しくね歌を教えてくれっていう人が現れたのよ。お、あら、ほんで俺その要するに音楽、まあプロフェッショナルのシンガーの人で誰とは言いませんが、あのちょっと連絡があってね、へ、うん、それで教えることありませんって言ったわけ。俺習ったこともないし歌、それで我流でギター一本持って出てオーディションとか受けたじゃん、うん、オーディションか、オーディションね、ディスコやろ、でその俺それで来たから、ただディスコでずっと歌ってたりとか、何十曲もね毎日こう歌うわけじゃないですか。その時声から枯れたりとか、もういろんなこう経験はしてきましたよね。ですから音楽の本に書いてないことをね知ってるわけよ。で例えばその歌作って、まあ、作詞作曲とかしてたんで、まあ、一応シルバーディスクとかもいただいてますよね。でコード3コードだからね前もでもそういう生き方をした人間が人に教えるなんていうのはさ、できませんって言ったんだけど、なんかねその人はねちょっとこうやっぱ曲も作ってて、で今からそういう風なことをちょっと深めていきたいからということで、お受けしたのよ。それで素晴らしい、素晴らしい、いや、なんかできることあればね、で昔学校辞めた高校行って、子供たちそこからデビューしたり、不登校の子が学校来だしたりするようなことを10年ぐらいやってたことはあったんだけど、もう俺は重たいものを持たせて歌わせたりしてたのよ。だみんなもつらがるわけよ、でも本当にプロになるね、決意がある人じゃない人もいるわけじゃん、まあ、そうみんなプロになれるわけじゃないけど、でもやっぱそれを目指す人じゃないと、なんか一生懸命さやってもなんだかなっていうって思ったことがあったわけ。ただそのそういうね学校をその行かなくなった子がね、その音楽だけが人生じゃないし、やっぱりそうやって違うね学校に来だしてそこで経験したことが、後日社会に出て役に立つわけじゃない。そうですね、うん、でその分はねすごくいい出会いだったんだけども、だから歌を教えることに関しては松下さんなんかもうスペシャリストだから。いやいや、そんな、やめてください。教えるのもものすごい前からね。違う。で松下さんもどんどん生徒がもう今溢れんばかり、今ちょっと来てるから、僕の方には大体来ないわけよ。私は教えるとかっていうんじゃなくて、やっぱほら、悩みがあるんでしょうね、きっとね。そういう、なんかこう、自分の壁にね、打ち当たった時にどうしたいかっていうのを、経験豊富な、ね、カナオさんならではの答えがあるんじゃないですかね。あ、俺のこと？そう。私なんか全然教えてないですよ。いやだから、その教えるっていうか、そのメンタル的な部分があるじゃん、歌って。それだと思う、ほとんど。だから、やっぱそういう気分を作っていくっていうかね、そういうのはあるし、自分もずっと辛いこと経験してきたんで、やっぱりほら、常にいいコンディション作れないじゃん、でそういう時はねどうするかとか、いうのはあるよ、いっぱいね、いっぱいあるんだけどね、ただ理論でやってないから理論分かんないわけよ、でも理論はねまあ理論は理論で必要、それを望んできてるわけじゃないでしょ、そうですね、だからそういうことぐらいしかね僕できないですけども、ったらそれで十分ですって言われて、理論的なことはじゃあいい先生紹介しますって松下さんの紹介すれば、いや私は理論的には無理だけど、いやでも基本的に俺たちはそんなそう学校行って習って音楽やってるわけじゃないからね、そんな感じですよね。じゃあミキさんのリクエストファニーエンジェルでも行きますか、はい、あ、いきなり行きましたいきなりね、それよりもなんか他のやる、ちょっと一人系やりますか、でもリクエストいただいたのやったね、オーバーワークやりたいな、じゃ
オーバーワーク、はい、オーバーワークも来てました。オーバーワーク、ちょっと私が作った歌でね、働きすぎのあなたのためにお届けしましょう。オーバーワーク、ということで金橋郎オーバーワークをお届けしました。今日もねあっという間の1時間でしたけどもね、最後に博多の美希さんのリクエストにお答えして、ファニーエンジェルいきますか。はい、ファニーエンジェル用意はいいでしょうか。オッケー、ね、すぐいきますよ。オッケー、いきますか。オーバー、俺カウントなんじゃなんじゃこれ、カウント出してたっけ。出してないね。Yeah.
ということでね、ショートバージョンファニーエンジェルをお届けしましたけどもですね、いかがでしたでしょうか。金星の音楽魂、今日は金玉ということで、松下としみさん、お帰りなさい、はい、ありがとうございます。 ありがとうございました、桜田たけしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。動画の岸さんもいつもありがとうございます。就職おめでとうございます。イエイ。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 お相手は金星郎でした。辺りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は今はない。